報道するラジオ、2つ目の特集のテーマはこれです。被災地に渡らないみんなの税金の復興税、うん、復興のために、被災地のためにあるお金のはずが、なんでそんなことに使われてんのという話が日々伝わってきております、うん。この問題にお詳しいジャーナリストで日本 BS 放送取締役の二月博隆さんとお話をさせていただきます。月さん、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。毎日新聞の平野です。よろしくお願いします。はい、お願いします。二月さん、はい、この日々いろいろ言われてますけど、例えば、うん、被災地の復興に使われてるはずだと私たち思ってたのが、沖縄の国道を整備するために使われてるとか、ね、はい、財務省はあれでしたっけ、東京の国税庁の関連施設の耐震化工事って。そうなんです。はぁって、なんですかこれは、なんですかこれは、はっきり言って横流し。あ、横流しね、うん、横流しですよ、うん、あってはならないですよ。平野さん、ね、昨日田中真紀子大臣の答弁なんて、核融合研究にも金かけるということですよね、うん、あれも問題ないって言うんですか。おかしいですよね。だから昨日の、まあ、18日に参議院で決算委員会があって、これは民主党政権の人が答弁立ったんですが、うん、これってお役人の言いなりじゃない、はあ、これ3年前に何をあなた方言ったのというのは本当に頭にきますね。本当に頭にきます、うん。防衛省もですね、はい、なんだか自衛隊の保全隊というところの機材を整備するのに1600億円、はい、うん、これって災害とどう関係するんですか。今後災害が起きたときには、うん、これが使えますからという話なんだけど、今災害が起きて復旧が必要なのに、こういうことを考えてる。ね、もともとこれ国民を監視することを主な任務にしてるっていうものなんでしょ、うんうん。だから、そういうようなお金の使い方があると、例えば、公安調査庁というですね、うん、要するに駆け引きとか、うん、その右翼団体取り締まるところにも予算がついてるんですが、これ何かっていうと、被災の混乱で駆け引きが動くかもしれないかもしれないかもしれないからっていうそんな事態なんて1年半経って何も起きてないんですけども、早速車買っちゃってますもんね。うん、本当なんか笑い話で済ませるね。なんか火事場泥棒的な人ですよね。本当横流し火事場泥棒、うんうんうん、我々が見てないところでのつかみ金、うん、もうあらゆること言えると思うんですが、それを真顔で未だに答弁をするというですね、はい、これはちょっと政治どうなってんのっていうところに最後に帰着するんですよね。そうですね、大臣が何の問題もありませんということを言うという、うん、そういう民主党政権だったのかと、うん、まあこれは皆さん思いになってもしょうがないかと思うんですが、はい、二月さんね、うん、はい、そうした中で特にその被災地の方々の声を今日ね、はい、生で伺いたいということで、はい、待ってくださってる方がいらっしゃるんです、はい、中小企業あるいはそれぞれ個人商店をやってらっしゃる方々も、はい、もう本当に立ち直るためにお金が必要ですよね、うんうんうん、でこういうところにちゃんとまともなお金がいかないと、いかないというですね、うん、これはグループ補助金という言い方で一応名目を立ててるんですが、グループ補助、うん、これどういうことかというと、はい、例えば地域の商店小売業の人が共同でその、うん、例えば商店街を復興させるというのは一軒一軒じゃなくて、こういう計画で商店街とか地域を、復興させるので補助金を申請をするということなんですが、6割以上が却下という。6割以上却下。却下なんですよ。沖縄の国道整備するのはいけるのに、はい、核融合研究するのはいけんのに、うん、本当の、ね、うん、地元の企業やお店の方は6割却下、うん、だって国土交通省にして防衛省にしても、役人は申請じゃなくて自分たちで使えるわけですから。あ、そうか、いちいち申請して、うん、申請してないんですよ。これでどうですかなんていう話じゃなく、うん、自分たちで勝手に使える、自分たちで反抗しちゃえばいいんだから、ここの矛盾ですよ。だから本当にね、被災地の人っていうのは
申請をしてもう一回町を建て直そうというのが6割以上却下。うわ、じゃあこの6割以上却下されていらっしゃる、はい、その中のお一人と申し上げていいかと思います、はい、これからつながせていただきますのは宮城県気仙沼市にいらっしゃいます、はい、理容店を経営していらっしゃる小松千佳さんでございます。二月さんも一緒にお聞きくださいませ、はい、小松さんはじめまして、こんばんは。はじめまして、こんばんは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。水野と申します。あ、平野と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、小松さんは気仙沼にいらして、はい、気仙沼の今お住まいはどのような状況でしょう。今は、家の方はもう全壊になったので、はい、仮設住宅の方で。あ、仮設ですか、うん、はい。もうかなり寒いんじゃないですか、仮設の建物で。そうですね、もう寒いですね。ねえ、寒くなってきました。そうですね、お店は理容店でらしたというのは、はい、お店とお家が一緒になったような建物。そうです、住居兼店舗でした、はいはあ、はい、これは津波の被害を受けられたんですか。そうですね、はい、うん、あ、じゃあもう津波で全くなくなってしまった、はい、そうですね、ちょうど海沿いというか海の近くだったもので。あ、はい、それでなんとか立ち直りたいという思いで、はい、この申請をなさって補助金の交付があればというふうに願ってらっしゃったと思うんですけれども、はい、この申請というのは簡単にできるんですか。一応最初 の、 エントリーみたいな感じではできるんですけど、はい、その後にいろいろ店舗だけの部分を、はあ、元と同じような形で作った場合 の、はあ、それにかかる設備とかの部分だけを数字で出すんですね。で、それを申請してっていう形なんですけど。じゃあお店とお家が一緒になってらっしゃる建物の場合はね、お店の部分だけって出す、はい、そうですね、出すって言われても、はい、そこだけ建ったって困りますよね。そうです。どうなんですか。そうですね、うちのように住居も一緒だっていう場合はそうなんですけども、あくまでお店の部分って言われたので、はい。あ、で、まあそれも苦労してじゃあ数字を出されて、はい、で申請することはすぐにはできたんですか。そうですね、申請していろいろ結構な人数がやっぱり、うん、いろんな職業の人がいっぱい申請をして、はい、今で第6次。あ、第1次から始まって、はい、第2次、第3次と、順番にいろんな職業の方たちが、まあ、これ申請できるというような、そうですね。ことだったんですね。はい。最初の方は、うちの気仙沼も漁業の町なので、最初はやっぱり漁業関係の、はい、そうか、はい。はい。ところの会社から。ええ。じゃあ、小松さんのような利用店のお仕事の方は、やっとその5時、6時になってから、申請もできるという、ずっと待ってはったわけですね。そうですね、話があったのはやっぱりそれぐらいのことからだったので、うん、でもう4分の3の補助があればなんとかっていう部分もあったので、はい、はい、一応出したんですけど、前回はダメだったので、あ、ダメっていうのはどういう形で言われるんですか。いや、理由は言われなかったんですけど。理由なしなんですか。最初もちろん気仙沼だけじゃなくて、こういうのは他の県内外からいろいろあって、で最初にそのグループ補助で打ち出した時のそのグループ分けを見て、はい、なんか他の地域はこれだとなんか申請が下りないみたいっていうのがこう情報が入ってきて、で5時の時はその大きなその出したグループの中からさらに観光っていう名目でグループ分けをして、そこだけなんとか取れたんですね、うん、観光業としての部分だけで。だから皆さんの街で次はこういう風にしたら取れるっていろんなその作戦を練って、そうですね、順番考えて、はい、でもあなたはすいません、もうちょっと後にしてちょうだいとか言われながら
ちょっとずつ申請して獲得してきてはるわけですね、町全体としては ね、 ね、はい、いや小松さんは申請するのにも随分5時6時まで時間もかかりはったし、やっと申請すると思ったら店の部分だけは言われるし、でやったらダメで理由もないんでしょ。理由は特には聞かされなかったの で、 でもしかしてもしかしたら今後のその情勢によっては6時とかあるかもしれないのでっていう話でだったので、で今回昨日おとといぐらいにその6時の申請があったんですね、そもそもあの観光とか利用とか業種で区別すること自体はやっぱりおかしいですよね。そうなんですね。ね、生活してるのは皆さん一緒ですもんね、そうですね、その辺は一緒なんですけど、なんか順番付けみたいなのがあるみたいで、本当にこんなしんどい状況の中で申請をする、いろんな文書を作成するだけでも ね、本当にお辛いと思うんですけど、実際却下されました、はい、どんなお気持ちですか。そうですね、最初は、ま、これが通ればだいぶ、仕事の面でも 楽というかその弾みになるかなって思ったんですけど、一歩踏み出せますよね、はい、でもなんかダメじゃないかっていうような噂も結構錯綜してたので、取れないかもっていう噂も結構入ったりとかしてたので、今連日ね、とんでもないこの復興予算の使われ方が出てきてますでしょ。はい、こうした話を聞くと小松さんいかがですか。そうですね、最初はその復興にかかる資金というか、この自分たちがこれぐらいあればって思った資金が、はい、あやっぱり復興予算の中ではこう過ぎてあれだったんだなって思ったんですけど、あるんだなってお金はあるんだなってことですよね。そうですね、本当になくて、でその中から、そういう形でしか出せないのかなと思ったんですけど、それを聞いてって思います。本当お金はあったんですよ。でとんでもないことに使われてたんですよね。そうなんですね、なんかそれはちょっとショックですね。本当にショックでいらっしゃると思います。まだ再開の目では立ってないんですか。じゃあ一応仮設の商店街って、仮設店舗が、はい、あそうですか、みんなでやってるんですけども、もともとその自分の土地の部分がまだ、建築規制が取れてないので、はい、建てるには建てれないんですね。そうでしたか。いや、今日は貴重な話を聞かせていただいてありがとうございます、はい、お寒い中、遅い時間までありがとうございました。ありがとうございました。気仙沼市の小松千佳さんに伺いました。ジャーナリストの二月さんも聞いてくださっていたかと思います、二月さんいかがですか。今の小松さんの例が典型的なんですけどね、つまりグループ補助金っていうのはこのコミュニティを再建しようということなんですが、はい、別の取材したケースで言いますと、未来志向、つまり何か新しい付加価値をつけてくれと、例えば工場であるならば太陽光パネルをつけるとか、あるいは今のお話だと観光誘致という付加価値をつければ下ろしますよということなんですが、これはもともとありえない話で、というのは元々の町を復興させるわけですから、未来志向ではないわけですよね。そうですよ。今回こういうふうなことなぜやるのかということ、私は本当に今の小松さんの話も頭にくるんですが、つまりこういう商店街の復興と今徳屋さんとか乾物屋さんとかいろんなお店をここでグループで申請をするっていうのはコミュニティを復権させることですよね、ところがそれはさせないということです。そうか。でもう一つ医療で言いますと、どういうことになっているかというと、今被災地の医療施設に対しては、医療施設補助金というのが出て、例えば、レントゲンとかそういう機械とかそういうものには補助しますよと。ただし診療所を建てるのは自腹でやってくださいと、だからレントゲンの機械とか買えるんだけども、建物は自腹でやれって言ったらそんなお金ないから、結局申請をしても
診療所が立てられなくて、お医者さんが別のところへ移動する。そうすると、日常的なお医者さんがその地域にいないという構図なんです。なんでこういうことが起きるのかっていうことなんですけど、ね。でも、二月さん、これ全部ね、私たちの税金でしょ？そうです。19兆円のうちの10兆5000億円は、我々の所得税と住民税で25年間かけて、皆さんがこれから負担するんですよ、ね。25年間増税されるわけですよ。そうです。それがとんでもないことになってるのは、うん、なんでそんなにとんでもない使い方ができるようなものになってしまっているんですか？はい、ここは私は国会に頭が、与野党ともに頭にくるんですけれども、うん、はい、まず去年の6月に復興基本法というのを作って、民主党政権が出した、それから自民党も出したんですが、この中に被災地の復興と日本再生っていう、このことは日本再生ってこのキーワードが入るわけですね。日本再生、うん、日本再生だったら日本全体に使えるということで、そんな一つ入れただけでそんなことになりますの？で、これが7月に今度政府が復興の基本指針っていうのを出すんですが、はい、この中に、日本を再生することが被災地の復興につながるという認識を共有するって文書が入るわけですね。あら、まあ、そう、うまいことまった。官僚が考えますの、これ。これは結局、自民党、与野党が入れちゃったんです。で、昨日、民主党の蓮舫さんが質問に立って、はい、日本再生という、日本の再生っていうのは、これは自公が入れられたんだと。うん、だから、自公に責任があると言わんばかりのことを言ってたんです。民主党は悪くないって意味ですか？うん、だから、それは間違いなんですよ。なぜならば、この予算を組んだのは民主党政権ですから。はい。そうすると、去年の秋から暮れにかけて予算を編成をしていきますよね、うん、で今年 の、 あの本年度予算には全部この項目が入ってるんですよ、実は。だからこれは皆さん気づかれて、私も焦って取材を始めたのが9月の初めぐらい、うん、そうすると4月の実はこの予算の予算委員会では提出をされてるんですが、うん、みんなぼやっとしてるから全部見逃してたと、うん、だからここに全部官僚が掴み金をしていくっていう構図なんですね。そんなね、日本再生という言葉でね、何でも使えるような予算だったら、一回もう止めましょうよ。だからこれを止まんないんですよ、全部使っちゃってるから、うん、だから私は先ほどの小松さんの気仙沼って、私震災から1年後に気仙沼行ったんですが、何もできてませんよね、うん、で私はこの官僚の掴み金流用した連中について、まず被災地に行ってごらんなさいと、はい、例えば財務省が税務署の補強と言うんだったら、気仙沼も陸連高田も税務署ありませんからね。ああ。立ってないんですから。ああ。それを見て、じゃあ、うちのところの税務署の補強しようという気になるって言ったら、もうこれ人間じゃないですよね。つまり、そういうふうに被災地に行かない役人たちがいる。今、復興の中心は復興庁なんですが、はい、本部は東京ですからね。そうですね。誰も行かない。それとやはり問題は、やっぱり与野党問わず国会議員というのがぼやっとしてるから、こんなこと見逃しているということですよね。二木さん、はい、これぼやっとしてるというより、もっと踏み込んでみればですね、はい、やっぱりこれ悪知恵でしょう。意図的なもんじゃないんですか？うん、そこは民主党が3年前に政権交代した時に、政治主導、官僚主導から政治主導へと言ったんですが、完全にこの今官僚主導になってるから、この問題で各省庁はことを荒立てたくないっていう各大臣がいるわけですね。だから昨日の答弁でも、民主党の大臣なのと思うくらいに、もう官僚の言いなりそのまま言っていると。田中真紀子さんでさえがなんか棒読みみたいに、はい、問題はないみたいなことをおっしゃってましたね。事業仕分けにもよく似てますよね。自分たちが認めておきながら、今度またその言い訳をして、なんかいかにもこう無駄をカットするようなポーズを示して、結局何もできずにですね、はい、ここが3年前の、まあ、蓮舫さんの事業仕分けはなぜできたかというと、それまでの自公政権が作った予算の無駄を省くということで追及できたんだけども、今回はブーメランのように自分のところだから、だからレモさん、ポロッと、いや、日本再生ってのは、その自民党と公明党が入れたみたいなことを平気で言っちゃうということですよね。政権政党としてのね、議員の言葉じゃないですよね。で、もう一つ、私は今回は、
決算委員会というところでやったっていうのはミソなんですね。で、何かっていうと、みんな、よく皆さん、国会は予算委員会がなっている、はい、国会議員みんな予算委員に入りたがるのはなぜかというと、国会では予算委員会は国会の花と言われるぐらい、なぜかというと NHK の中継が入るものですから、みんな出たがるわけです、ところが一番重要なのは決算委員会なんです、ね、決算委員会ってあんまりちゃんとそんな意識して見たことないですよ。見たことないですよ、私も時々取材に行くんですが、テレビは1台も入ってないし、記者は 2,3 人だし、決算委員会の人たちはやる気がないし、何するんですか決算委員会って。実はね、予算委員会っていうのは税金を何に使うかを決めるんですよね、決算委員会は何に使ったかを決めるわけですよ、そうすると何に使うかっていうところでもう済んじゃってるから、何を使ったかっていうところはもうみんな忘れちゃう、チェックはしないんだ、だから決算委員会がずっと行われていて、決算委員会にものすごく力を注いでいればこんな中途半端なことは使われなかったはずなんですよね、ですごい秘近なと言いますか、例を言いますと、決算委員会、予算委員会っていうのは家庭のお父さんのお小遣いを決めますよと、いろんなね、教育してくれた時に、お父さんがお母さんに、いやちょっと部下にも飲ませないと会社の輪が保てないからお小遣いをちょうだいよそれは大変だねって、お父さんに渡して決めるのが予算委員会ですね。で、本当にお父さんは、部下のために使ったのというのを調べるのが決裁委員会で、でもお父さん部下と飲んだってんだったら領収書見せてくださいって決裁委員会出したら、一人でキャバクラに行ってた領収書が出てきたみたいな話、だから決裁委員会がいつもチェックをしてれば、国会はこういうことにならない、だから予算委員会主義って私は呼んでるんですが、これを決裁委員会主義に変えないと相変わらず無駄遣いっていうのはずる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 使われるというそういう構図だと思いますね。二月さん、ラジオネームたぬきわんわんさんという方がですね、こんな質問をしてくださいました、結局これ復興税は被災したこの県この県この県に限るとしておいたらよかったものを、それをしてないと、で野田政権が官僚に従順なことを言いことに、これ復興税を官僚が食い物にしてると、いうことと違いますかと。いや、全くその通りですよね。全くその通りなんです。だから彼らが正々堂々とかよく分かんないけど、なんでそういう答弁ができるかっていうと、だって法律に基づいてるもんっていうわけです。法律基本法に日本の再生って入ってるじゃないと、私たちは法律に基づいてやってるんですよっていうふうに言えるわけですよね。だからこの日本の再生ってこの一言を入れなければこういうことにはならなかったけども、もともと入れちゃったのはこれ国会ですからね、でそれにこの一言に官僚たちがほら入ったぞ取れ取れっつってみんな掴み金で猶予しているというですね、だから法律の文言っていうのは本当にこう注意していかないと、ここに一つ穴が開いてるとみんな利権屋とか省益とか自己保身とかいろんなものが突っ込んでくるというものすごく大きな穴が開いて出てきたという、これをちゃんと私たちが納得できるものにね、私たちが納めた税金なんですからね、変えるっていうことにはすぐにはできませんの、なんか方法ないんですか。一つのアイデアとすれば、皆さん毎年25年間これから税金を取られるわけですよね、復興税で、これをこういう使われ方が嫌だと言って、その部分だけ、例えば、年収で言うとね、年収400万ぐらいの人というのは、年で1900円。でから、4万7000なんですね、25年で。年収1000万の人っていうのは、1年で1万5000なので、25年で37万5000なんですね。これを、払わないって言って、供託してしまう。払わないって納税拒否ではなくて、供託をして、払う日はあるけども、それには使わせないっていうふうに、全国の人が25年の増税分を供託していくと、政治は変わっていくと思うんですよね。なんか、なんかの形でこれを私たちが意思を示さないと、変えられないことになっちゃってると。変えられないですよね。だから正直言って私は政権交代の民主党で政治の構造が変わるって期待した方なんですが、やっぱり3年経ってこれだったら、政治って、やっぱりダメなんじゃないかなというふうな、すごい
怒りながら落胆してるっていう状況ですね。まあ、財務省が見直しをすると言ってますけども、はい、これはもうやっぱり財務省が全て認めてきた予算なんですからね、はい、そうなんですね。これはもう本当にそんなことはできることも期待できないですね。これ例えば財務省がこんな使い方やったら、うん、あやめときますわって言って、うん、お金を、うん、まあ、あの絞るってね、うん、予算自体を少しにしたとしたらですよ、うん、結局先ほど気仙沼でお話聞かせてくださった小松さんのところに、うん、ますます行きにくくなるお金があって、そうですね、本来の目的のね、そういう、うんうん、そういう危険もないですかね。そうです。だから野田総理は、来年はこう、来年度予算ではこういうことしないと、つまり、ばれちゃったからしませんって言ったら、ここの部分が総額が減るっていうことになりますからね。だから、本当に大切な使い方には使ってほしいんですよと。そうなんですね。だから、皆さんも増税は、あの被災地の人にもあるんであればということで納得したと思うんですが、はい、まさかこういうお金にですね、税務署の補強とか、それから、あの、反保衛団体の対策費とかですね、もうちょっと笑ってしまうような理由を、いいおじさんたちが真顔で説明するっていうのはね、本当に腹立ちますね。そうですね。いや、どうもありがとうございました。ジャーナリスト、日本 BS 放送取締役の二月弘隆さん、ありがとうございました。